アビアンカ航空の本部アビアンカ航空はコロンビアの航空会社。またアビアンカブランドの航空会社をコロンビアのほか、エルサルバドル、ペルー、ブラジルなどで所有、運営している。1919年12月5日にスキャドタ社として創設された。現存する航空会社としてはオランダの KLM オランダ航空に次いで世界で2番目に古い航空会社であり。 南北アメリカ大陸においては、最古の航空会社である。2009年に、トサ航空と経営統合することが発表された。2010年11月10日、スターアライアンスへの加盟を発表。2012年6月21日、トサ航空と共に正式加盟した。アビアンカビルディング、ボゴタコロンビアコロンビアのフラッグキャリアとして、現在は、 首都のボゴタのエルドラド国際空港をハブ空港として、コロンビア国内、中南米諸国、カリブ海周辺諸国、北アメリカ諸国、ヨーロッパ諸国に幅広い路線網を持つ。2010年に、土社航空との経営統合で形成されたアビアンカホールディングは、中南米の航空会社企業連合、シネルジーエアロスペースの子会社で、本社はコロンビアのボゴタに置いている。現在、 アビアンカ航空をはじめ、アビアンカブランドの航空会社をコロンビア、エルサルバドル、ペルー、ブラジルなどで所有している。株式はコロンビア証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場している。しかし2020年5月、新型コロナの世界的大流行で連邦倒産法第11章の適用をニューヨーク南部連邦地裁に申請した。 負債総額は2019年末時点で49億米ドル。ボーイング767から 200ER ボーイング707から320バイトから19762019年4月30日、現在で下記の機材を保有している。中長距離用機材としてボーイング787やエアバス A350XWB を発注した、他、 単中距離用のエアバス A320 も追加発注している。ボーイング製をはじめとするアメリカ製の機材を多く運行していた。なお、ボーイング747は中南米の航空会社としては最初期に導入したものの、発展型のマイナス300などは導入せず、1990年代後半には手放した。なお、アビアンカ航空向けに製造した。 ボーイング製航空機の顧客番号は59で727から259,747から259バイトという形式を持っていた。ありがとうございます。